さん、おはようございます。いよいよ参議院選挙が始まりました。今度の参議院選挙、皆さんと一緒に必ず政治を変えましょう。よろしくお願いいたします。私、参議院候補大河原俊孝は、この13年間の弁護士生活の中で、働いているだけなのに命を落とす、そういう場面にたくさん直面をしてまいりました。過労死にしてもアスベスト被害にしても、真面目に働いている人が命を落としていく、こんな働き方、こんな政治のあり方は絶対に許すことはできません。今の安倍政権の命よりも大企業の儲けを最優先をする、命をないがしろにする、この政治を今度の参議院選挙必ず変えてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。普通に働き、普通に暮らす、この当たり前のことが今の政治によってできなくされています。今度の参議院選挙、私大河原俊孝は、不安定な非正規雇用をなくし、正社員が当たり前の働き方を実現します。地元の雇用を守る、そのために中小企業の皆さんにきちんと援助助成をしながら、最低賃金を時給1000円、そして時給1500円まで引き上げてまいります。きちんと働けば、ちゃんと生活できるだけの給与が支払われる、そういった社会を皆さんと一緒に実現をしてまいりたいと思います。そして昨年9月、安倍政権が強行した憲法違反の戦争法、私大河原俊孝、法律家の一人として、この憲法をないがしろにする政治を絶対に許すわけにはまいりません。そもそも憲法は、時の権力者の暴走を防いで、時の権力者を縛って、私たち国民の個人の尊厳と自由を守るために存在します。その権力者が自ら憲法を無視する、憲法をないがしろにする、憲法を破壊する、絶対に許されてはなりません。とりわけ与党に所属をする同じ弁護士出身の国会議員が、この憲法破壊を率先して行っている、私大河原俊孝、弁護士としてこれを絶対に許すわけにはまいりません。憲法が生きる政治を必ず実現します。戦争法は直ちに廃止をします。そして沖縄では、元米兵による悲惨な殺害事件が起こっている、こんな危険な米軍基地、沖縄にも京都にも日本のどこにも米軍基地はいらない、この声を皆さんと一緒に上げて実現をしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今お話がありましたように、野党共闘が全国で、そして京都でも進んでいます。この野党が一つにまとまる力で、政治を必ず変えることができます。この参議院選挙、その野党と市民の共同が、政治を変える最も確かな力になる。そして私大河原俊孝を国会へと送っていただくことが、その最も確かな力になる、そのことをぜひとも訴えをさせていただきたいと思います。いよいよ参議院選挙始まりました。最後の最後まで全力で戦い抜きます。皆さんと一緒に奮闘して、この政治必ず変えていこうではありませんか。最後の最後まで奮闘することをお誓い申し上げまして、大河原俊孝からのご挨拶とさせていただきます。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。ありがとうございました。